どうも、皆さん、こんにちは。着罰です。本日はですね、こちらの JQ エポスゴールドがですね、なんと、こちらです。ネット申し込みね、とうとう開始へということで、本日はですね、こちらのね、ANA マイル還元率がね、最大 1.75% の JQ エポスゴールドがネット入会受付開始ということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、とうとうね、こちらの JQ エポスゴールドね、ネット受付開始ということで、今回ですね、2023年の2月の21日より、こちらの JQ エポスゴールドがですね、新規受付をネットで開始するっていう風に発表したんですよね。まあ今まではですね、エポスカードを使用してゴールドのインビテーションをもらって、まあそこからね、JQ の一般カードを発行すると、まあ使用したね、インビテーションが生きてて、まあそこからゴールドにね、切り替えるなんてことをしたら、わざわざね、九州まで行かなくて、このね、JQ エポスゴールド発行することができてたんですよね。で、またね、2022年の11月ぐらいからですね、九州方面のアミプラザにね、行くと、まあ、こちらの動画でね、解説させていただきましたけれども、直接ね、発行できるように、まあ、なったりもしてたんですけども、今回ね、ネット受付を、まあ、開始になりましたということで、これからね、発行検討される方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、公式サイトね、先ほどもお見せさせていただきました、こちらになっております。JQ ゴールドカードの方にね、まあ、ニューってのがね、書いてあると思うんですけども、今までもですね、一般カードの方はネット発行できたんですけども、ゴールドの方はね、できなかったっていう風になりまして、今回発行することができるようになるわけなんですけども、まあ、ゴールドカードっていう風になりますんで、まあ、おそらくね、ポイントサイト等々もね、多分案件出ないんじゃないかな、なんていう風に思いますし、まあ、この一般カードですら、今現在ね、まあ、ほとんどね、この案件、私がね、YouTube 始めた頃ぐらいまではね、5000円ぐらいの案件が出てたんですけど、もうしばらく見ておりませんので、まあ、おそらくね、出ないのではないのかな、と思います。で、こちらのね、ゴールドカード、今回ね、直接発行することができるようになるわけなんですけども、まあ、年会費とかね、そこら辺はどうなるんだっていう話なんですけども、本来ね、こちらのカード、ゴールドカードの方はですね、インビテーションをもらわないとね、5000円ね、かかってくるんですよね。ですけども、今回ですね、初年度年会費無料っていう風になるんですよね。ですので、めちゃくちゃいいですよね。はい。ですので、これから発行される方も、まあ、初年度はね、年会費がかからなくて利用することができるっていう風になります。でですね、翌年以降の年会費っていうのは、まあ、一回使えばですね、翌年年会費無料っていうのは記載があるんですけども、その次、まあ、再来年以降ですかね、初年度無料で、翌年も一回使えば無料みたいな記載はあるんですけども、その後ね、どうなるんだっていうのは書いてないんですよね。で、前回こちらの動画で九州まで行けばね、直接発行することができるってなった時にですね、条件としては年間50万円を使えば永年無料っていう風になってたんですよね。ですので多分ね、条件はさすがにネットと現地行ってっていうのはね、まあ変えてこないと思いますので、年間50万円使えばですね、翌々年以降もですね、無料になっていくのではないのかなと思うんですけれども、まあ一回も使わないとですね、翌年ね、5000円かかるっていうふうにはね、記載があるんですけれども、この50万円使って永年無料みたいなね、まあこういったのは、公式サイトにね、記載がないので、これもね、21日になったらもしかしたら記載されるかもしれませんので、まあこれからね、発行される方は、この点だけね、注意していただければなと思います。それでは次にですね、こちらのね、JQ エポスゴールドカードね、ちょっと前にもね、やりましたけども、こちらのカードね、ANA マイルを還元率最大 1.75% が出せるクレジットカードっていう風になってるんですよね。非常に強いですよね。まあそこら辺をね、ちょっと説明していきたいなと思うんですけども、このね、JQ エポスゴールドカードっていうのは、基本還元率が 0.5% なんですよね。で、100万円を使っていただくと 1% 還元っていう風になりますんで、100万円までの決済までが還元率 1.5% 還元っていうクレジットカードなんですよね。で、基本還元率が 0.5% なんですけども、選べるポイントショップっていうのがね、3つまで選べることができて、この対象店だけですね、登録して利用していただくと、基本還元率が3倍になるっていう特典があるんですよね。ですので、これを考慮すると、基本還元率は 0.5% なんですけども、選べるポイントショップで登録したところだけ3倍っていう風になりますんで、1.5% プラスですね、100万円使った時の 1% がね、乗ってくるっていう風になりますんで、JQ エポスゴールドカードの最大還元率は2.5% 還元っていう風になるんですよね。まあこれは JAL キューポポイントがね、貯まるクレジットカードっていう風になりますんで、JAL キューポで 2.5% 還元。で、ANA マイルにはですね、70% でね、ANA マイルに交換することができるっていう風になりますんで、こちらですね、こちらのルートで交換していただくと、70% っていう風になりますんで、ANA マイルの還元率は 1.75% っていう風になるんですよね。で、またね、JAL マイルの方は 2.5% っていう風になりますんで、JAL マイルの方は半分になりますんで、1.25% っていう風になります。ですので、まあ、ANA マイルね、貯められたい方もいいですし、まあ、JAL マイル貯められたい方もですね、まあ、1.25% だったらね、結構いい方ではないのかなと思いますので、まあ、どちらで利用していただくのもね、お勧めっていた形になります。でね、ANA マイルの還元率が 1.75% ということで、ANA マイルをね、貯まるクレジットカードの中でも ANA ビザプラチナプレミアムカードとか、あちら 1.5% っていう風になりますし、まあこちらのね、マリオットボンボプレミアムカードだと 1.25% っていう風になりますんで、JQ エポスゴールドカードはですね、年会費ね、無料で維持できるにもかかわらず、ANA マイル還元率はですね、1.75% っていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、こちらね、1.75% が出せるのは、100万円までのね、決済っていう風になりますんで、まあ、この点だけね、ちょっと弱点っていった形になるんですよね。ですので、まあ、もしね、このマリオットボンボイカードとかにね、メインカードされている方は、まあ、100万円超える分はね、こっちに変えたり、まあ、もしね、そういうのがめんどくさかったらね、全部こっちでもいいかななんていう風に思うんですけども、まあ、100万円までに関しては、このね、JQ エポスゴールドカードはですね、非常にね、おすすめっていった形になるんですよね。で、先ほど言ったですね、選べるポイントショップってのがありましたよね。こちらは3つまでの登録先がこの 1.5% ね、基本還元率が上がるっていう風になりますんで、これどうやって利用していくのかっていう話なんですけども、こちらのですね、こちら 6gram っていうプリペイドカードなんですけども、こちらね、今 MixiM っていう名前を変えて運営されているプリペイドカードなんですけども、こちらね、昔結構流行った、まあ、最近ね、また結構名前が聞くようになった SNS の Mixi ってありますよね。こちらが運営しているプリペイドカードっていう風になるんですよね。選べるポイントショップの中で、この Mixi を選択していただいて、JQ エポスゴールドカードから、このエポス、6g にね、チャージしていただいて、利用していただくとですね、選べるポイントショップでね、Mixi 選択しておりますので、基本還元率3倍のね、1.5% がね、取れるっていう風になるんですよね。ですので、ここで100万円使っていただければ、2.5% っていうのが取れて、70% でですね、ANA マイルに交換していただければ、ANA マイル還元率最大の 1.75% がですね、実現できるっていった形になるんですよね。非常にいいと思うんですけども、ここでね、一つ注意点がございまして、MixiM っていうのはですね、今、リアルカードをね、発行停止してるんですよね。こちらもね、件名見ていただければわかる通りね、6g って書いてありますよね。前 6g で今 MixiM なんですけども、これは 6g の時のリアルカードということで、今ね、このリアルカードは発行停止してるんですよね。これね、しばらく停止されたままで、次ね、いつリアルカードが再開するか正直わかんないんですよね。ですので、これから発行される方はですね、物理カードを持つことができないっていった形になりますんで、ここはね、ちょっと残念ポイントなんですよね。だから、昔ね、この 6g ね、発行した方であれば、まあ、これからね、利用するのもですね、物理カードでね、バンバン切っていけばいいんですけども、物理カードね、発行できませんので、ApplePay であったり、まあ、カード番号とかね、3席とかもね、対応しておりますので、まあ、ネット決済とかですね、またね、PayPay とかにも登録することができますので、まあ、PayPay とか D 払いとか楽天 Pay とかもね、利用することできると思うんですけども、まあ、そういった感じで利用することができればですね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、それでね、100万円達成できないっていう方はね、ちょっとまた話変わってくるかななんていうふうに思いますので、まあ、この点だけはね、注意していただければなと思います。このね、MixiM もね、早くね、リアルカード発行していただければですね、利便性高まると思うんですけども、今現在はね、こういった形に、ね、なっているんですよね。で、このね、JQ エポス、まあ、今回ゴールドカードですけども、このエポスカードっていうのは、もともとね、海外旅行保険に強いクレジットカードで有名なんですよね。で、エポスもそうですし、JK エポスもそうで、またね、ゴールドカードっていう風になりますんで、まあ、海外旅行保険もですね、非常に強くて、自動付帯っていう風になるんですよね。ですので、海外旅行好きな方、まあ、私の動画のチャンネル見てる方はですね、リクマイラーの方が多いと思いますので、こちらね、持ってるだけで海外旅行保険ね、つくっていう風になりますんで、何にもしなくても持ってるだけで付帯されるっていう風になりますんで、これもね、かなりおすすめポイントの一つっていった形になります。ですので、私ね、昨年世界一周の時にね、ジャカルタスカルノハッタ国際空港のラウンジのシャワールームでね、カメラを落として液晶をぶっ壊しましたけども、海外旅行保険で、無料3000円の自己負担でね、6万円か8万円ぐらいの修理費ね、出していただけましたので、こういった感じでね、海外旅行が好きな方は、こちらね、持っておくだけでもですね、おすすめっていう風になりますんで、ぜひね、今回ね、ネット申し込みできるようになりますので、発行ね、検討していただければなと思います。ということで今回ですね、とうとうね、この JQA ポスゴールドカードがネット申し込みね、開始になりましたということで、解説させていただいたわけなんですけども、件名はですね、こんな感じになっておりまして、どうでしょうかね。私はそんなに嫌いな件名じゃないんですけども、Twitter ではね、結構ダサいとか言われてるんですけど、どうですかね。私は結構好きな方なんですけども、前のデザインに比べるとね、かなりスッキリした感じで、番号とかもね、全部裏面にね、記載があって、タッチ決済は対応してますね。ここに対応しておりますんで、こんな感じのね、件名になりますんで、参考程度にね、していただければなと思います。いやーでもね、ネット入会ね、できるようになるのは非常にいいですよね。私もね、わざわざ九州方面までね、行って、エポスゴールドカードから JQ エポスゴールドに変えるためだけにね、行ったりいたしましたので、これからですね、ネット申し込みね、21日よりできるっていう風になりますんで、ぜひね、発行を検討していただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ Twitter もやってますので、フォローチェックしてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。